続きましては、シュメール人はモンゴロイド系ですか？飛鳥先生のご見解を聞かせてください。はい、はっきり申し上げます。実はモンゴロイドというのはプロトタイプです。プロト、はい、人類の元です。でもっと言うと、プロトタイプのモンゴロイドからコーカサイドが、いわゆる白子、いわゆる、突然変異ですね、はい、色素がない状態、それができたと。であと黒人の方、いわゆるネグロイド、これは聖書に書いてあるのは、要はアベルを殺したカインに印として肌の色を変えた、載ってますが、何を言ってるかというと、一番の元は実は黄色人種です。黄色なんですよ。だからね、それを表しているのが実は方位、五行思想というんですけど、大相撲でもそうですが、黒ぶさした白ぶさしたとか言うでしょ、で黒というのは実は玄武、青獣で言えば亀ね、北なんです。で南は赤色なんですね、これスザクって言って赤い鳥なんです、ね。で東は、青龍、青もしくは緑です、はい、日本で言うと青信号は実は緑信号ですからね。で一方西は白虎、白い虎と書きます、白です。で真ん中は黄色なんです、黄色はイコール金色なんですね。でこれ大事なことなんですが、アダムは実はこのプロトタイプの黄色です。ここから分かれていたんです、だから今地上で一番多いのは実は黄色なんですよ。モンゴロイドの数がものすごいです、でモンゴロイドはね、どこでも馴染んじゃうの。白人は色素が弱くて、太陽光線に弱い、目も弱いから。なるほど。で黒人は黒人で、あんまり寒いとこ行けないんです。我々は、はい、地球上どこでも行けるんだ。だってイヌイットも北極点、あれモンゴルですよ。あ、そうですね、インドネシアも含めて、はい、沖縄も台湾も亜熱帯含めて、一番分布に適しているのはモンゴロイドなんです、これが一番中心ということです。そこからあとは分かれていったと思う、これ聖書にも書いてある、書いてるというか、だからノアもモンゴロイドですよ、ね。でそれの3人の子供たちがなんで分かれたのかって、ヤフェトは